すげえ。うわわわわわわ。大丈夫かなこれ。なんか焼くぞ。見てくださいこの焼き加減。これもうよし、何この雨の量なんじゃいこの雨の量が。ちょっとやばいほど降ってますね。少しじゃない、かなり降ってる。これはに来ましたね、ここ懐かしいわ。あ、受付到着です。ああ、今日も雨ですね。よいしょ。すごいこの絵面。やばい。雷。ここやばいな。やべ。仮止めですね。よっしゃ。いつもでこれ忘れちゃうんで、つけちゃいます。忘れちゃうのよ。雨がひどい。雨がめちゃくちゃひどいわ。よいしょ。涼しい。しかも
寒い寒いわ、中入ろう。長袖行ったかな俺。寒いなこれ。はい、設営の方できましたね。めちゃくちゃいい、気持ちのいいキャンプ場ですよ。しかもね、涼しいっすよ。涼しい通り越してね、寒くて長袖着ちゃいました。久しぶりっすね。しかもこんなね、梅雨の真っ只中の蒸し暑い時に。来るまではね、案外蒸し暑かったんですけど、着いたらね、ちょっと肌寒いぐらいですね。標高が 800m ぐらいなんですけどね、そこまで寒くないと思ってたんですけど、避暑地的でいいですね。気持ちがいい。ちょっとね、晴れてたらもっと気持ちいいと思いますよ。これこの緑が綺麗やわ。しかもカッコウが鳴いたりね、小鳥がいろいろ鳴いてます。さあ、とりあえずね、おやつ食べていきたいと思いますね。今日はマンゴーになります。今日のおやつはね、こちらマンゴープリンの方を作ってきましたね。コストコさんで売ってたマンゴープリンのね、素を使って作りました。こういうのお得ですよね。よっしゃ、めちゃくちゃ美味しそうですよ。これマンゴーとかって香りがいいんですよね。香りが良くてうまそうやわ。おりゃ、おー、これがうまい。ここちょっと食べちゃうだけ。うんわ。よし、マンゴープリンも取っちゃいましょう。これはね、家でも何度か食べてるんですよ。このプリンね、意外とね、緩いんですよね。作ってみる、分量通り作ってるんですけどね、緩めです。あ、ここにね、マンゴーの本当のマンゴー乗せちゃいます。本当のマンゴーだけでもうまいな。贅沢やな、ほら。さ、このマンゴープリンと一緒に食べてみますね。うまい。あ、甘さプラスされるから余計ですねこれ。やばい。あー、また。あー、もう運ぶのがめんどくせえ。こんなの売ってたからね、買っちゃいましたね。激辛シシトウになります。こんなでかいシシトウ売ってるんですよ。びっくりしょ。これをね、甘い顔してね、食べてみたいと思います。こんなの甘くてね、私にとっては簡単でしょ。おお、中身はこんなのですね。私楽しみだったんですよね、これ見つけた瞬間どんな味がするのだろうと。よし、食べてみよう。さあ、食べてみ、しかも生で食べてみますね。いいんかな、本当。本当はこれね、唐辛子じゃなくてプリンセスパプリカなんですよね。極甘って書いてるんですよ、これ。極めた甘みですよ、これ。
これ買わずには入れられないでしょ。どんなの味なのかなと思ってね、買ってみました。自然な甘みでね、美味しいですよ。うん、やったんもうまいんかな。よくはこれ生で食べるもんなのこれ。パプリカはね、ワンちゃんも食べれるらしいんで、っていうかいつもあげてるんでね、これあげてみたいと思います。ミュウちゃんね、パプリカ好きなんですよ。あずき食べるかな。あずき持ってった。食べてる。美味しいやろ。噛んでみたら美味しいでしょ。ちょっと雨の方止んでほしいですね。ひどすぎる。今天気予報見てみたらね、ここら辺一帯です、大雨、洪水、雷、注意報が出てますね。しかも風も強いし、ちょっと幕の中にね、避難してます。風強すぎやわ。強いからね、横に横殴りの風なんですよね。何もできへん。ちょっと巻き取ってくよ。巻きやばいよ、ビジョンコになっちゃう。今雨雲レーダー見てみたらね、あと5分ぐらいで真っ赤っかです。ていうかもう真っ赤っかなんでしょうね、これ。早く通り過ぎてほしい。これが あめくれちゃってるわ、あれ。最悪や。風邪やな、これ。鳴り出してる。テントの周りまでも池になりだして、タープの下が最悪なことになってきてる。もう裸足の方がいい、気持ちがいいわこれ。風がすげえわ。上からの吹き下ろしがすごいですね。寒い。そんで寒いのよ。今日はね、ほんと災難です。
風と雨です。雨がめちゃくちゃひどいんでね、今日はねこいつでもう火の方をつけていきますね。今日は薪の方がねかなり、あれ全然つかへん、これのいかんとこやわ。これだから嫌なのよ、これ月悪すぎ。あ、ついたついたついた。薪の方がね湿気てるんでちょっと、あーこれ消える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 、消えないでよ、消えないで、消えないでください。風があるな、ちょっと雨も吹き込んでる。あかんわこれ、幕内に持っていきますね。あ、消えた。わわわわわ、幕内でもこんなに火が揺れちゃう。あー、来だした来だした。この風が逆にね火を煽ってくれてますね。すげえ強え。あちゃ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 、すげえ。わわわわわわ、大丈夫かなこれ。わわわわわ、大丈夫かな。不安になるなこんなほんま風。冷た、寒い。逆にこれ風ありがたいですね。ちょっと軽い風はありがたいわ、これ煽ってくれるから。もう 木が湿気てやばい。聞いてください、ほらカッコめちゃ鳴いてるんすよね。雰囲気いいですよ。そして私のお腹はもうグーグーです。グーグーなんで、グーグーでね、もう下はもうドロドロですね。ドロドロですがお腹は空いてるんでね、まずはこちらアボカドのねチーズマヨダチオーブン焼きを作っていきたいと思いますね。まずソースの方作っていきます。まずこれマヨネーズをたっぷり入れて、あーよ、やっぱマヨネーズは決め手ですよね。ここにね醤油の方もちょっと入れておきます。隠し味ですね。そして これが一番隠し味かなって言ったらわさびですね。わさびの方も入れておきます。あー、やっちまったよ。大丈夫か、泥だらけ。わさびを入れて、このわさびがね意外とね使えるんですよね。ちょうどいいからさ、よっしゃ、あえていこう。このね作ってるの見た感じではめちゃくちゃうまそうでしたね。私が作ったらうまくできるかは分かりませんが、うまくできるといいですね。よし、これ切ったかな。あー、まだ切れてねえか。ちょっと板使おう、やっぱり。あー、硬いぞこれ。なんでや、いや全然ダメだ。あ、いけた。あー、よかった。取れへん、全然取れへん、全然取れへん、この種やばい。え、薄いやろこの種。この中にこのさっき作ったマヨ入れていきますね。そしてここにねチーズの方乗っけていきますよ。はい、うまそうやないかね、これ。ほんま、こういうのってね、こういうこじゃれたものを私作りませんからね。 YouTube 先生のおかげやわ。 YouTube 見てたらね、こういうのってね、うわ、うまそうとか思っちゃうんですよね。よっしゃ、とりあえずね、あちあちにしといた。おお、オーブンを、やべえ、これオーブンにかけていきます。これあちあちですからね、ここに入れていきますよ。よいしょ、美味しく焼けてください。チーズがめっちゃ焦げそう、これ落ちたらね、これ焦げつくやろな。よっしゃ、 OK。
行っちゃいますよ。あー重た。よっしゃ、オッケー、よいしょ。ちょっと不安定やな、これ。不安定やな、大丈夫かな。あー、これで待つだけですね。さあ、おご飯の方ちょっと炊いときましょうね。よし、もうそろそろいいでしょう。開けてみますよ。思った。うぅ、めちゃくちゃうまそう。見てこれ、見てください、この焼き加減。めちゃくちゃ美味しそうですよね。よし、もうこれぐらいでいいでしょう。蓋して、とりあえず肉焼こう。肉焼いて食べちゃいましょう。ご飯タイム。ああ、今日はね、もうかなり奮発してますからね、私の中で。ああ、早く食べたいんです。腹減った。ご飯めちゃくちゃ進みますよ、ちなみに。さあ、やっとね、ご飯の時間になりました。もうなんかペコペコです。かなり経ちましたね。私的にはね、日暮らしの鳴き声を聞きながら食べたかったんですけど、もう時間が押して無理でした。そして今日のね、ご飯は大葉味噌を使ってお肉の方を焼いていきたいと思いますね。見てください、この霜やばい。お高かったんですよ。あー、早く食べたい。ギュルギュルや。この大葉の葉っぱの上に、ね、味噌を乗せていくんですよね。これがね、高山の飛騨のね、名物らしいですよ。これ味噌とね、合うのが、これ美味しいね。一回ね、お店で食べたことあるんですけど、高くてね、本当にちょっとしか乗ってねえのに、しかも肉びっくらこいた。あれ、あー、どんだけ肉出てくるんかな思ってたらね、ほんのちょっとなんですよ。それがね、一番びっくりしたな、ほんま。肉の量に特にびっくりしましたね。うまさもかなりうまかったけど、肉の量が本当に一人前どんだけやねん思いながら、わしの一人前これじゃ足らんわ思いながら。よし、これね、葉っぱが破けたら困るんで、これ鉄板の方使っていきます。お肉の方も乗せていきますよ。まずはこちら、いちご。これ油もうね、溶けてきてますよ。この油、常温でも溶ける。そして貝の実、うまそう。絶対もこの油へ、こっちが、これいちごの油やべえな、これ。このね、お肉が焼けてくるまでにちょっとね、こちらアボカドも食べていってみますね。おいしょ、おいしょ。これでね、温かいままで食べれますね。よっしゃ、まずはね、こちら濃いめのレモンサワーいかせていただきます。炭酸いきます。よっしゃ、隠し味いきます。よし、行こう。それではいただきます。いただきますね、いただきます。お疲れ様です。皆さん本当にお疲れ様です。お仕事ご苦労様です。お父さんは頑張ってる、お母さんも頑張ってる、皆さん頑張ってるね、本当。うまい。っていうかね、もうこれやばい。火の方が通り出してるんでね、もう混ぜて食べちゃいます。もう食べちゃう、これ。あ、焦げちゃってる、これ味噌が。この焦げがまたこれいいって言いますよね。やばい、もうよだれが出てきた。
もうね、こういったねお肉は私生でもほぼほぼ食べちゃうんで、ピンクで十分です。ピンクで十分なんで食べてみたいと思いますね。ちょっとこいつと食べようか。こいつを巻いて食べちゃおう。たまらん。さあ行っちゃいますよ。トントンして行っちゃいます。あかっ、やばい。やばい。このね、香ばしい味噌ですよね。たまりませんよ。味濃いめなんですよ。もうほぼほぼ米かなり食べれますね。これは幸せやわ。私味噌味が特に大好きなんでね。米めっちゃ進みます。あ、肉溶けてく。うまっ。たまりませんね。このもうまだ赤いですけどね、これぐらいが美味しいです。油の方がね、何せうまいっすね。これ口の中に入れるとね、この和牛の香りです。めちゃくちゃ美味しいですよ。うん、あ、これはでも味噌濃い、一段と濃い。米めっちゃうまい。うん、お肉3枚だけでね、もうね大盛りなくなっちゃいましたね。山がなくなった。うん、うまっ。柔らか。たまらん。うん。もうさらち。もう4枚目にしてね、さらちにされちゃいましたね。もうこれからマイナスです。すげえ。私ね、ほんま貧乏症ですからね、これ、肉、1枚の肉でね、どれほど米を食えるかとね、やったこともあります。うん、たまらん。ああ、最初に食べようと思ってたね、アボカドちゃん食べてみたいと思います。どんな味なんやろっていうか。ああ、めちゃくちゃ柔らかくなってる。バカほど取らずに。ああ、ちょっと硬くなってんな、チーズが。さあこいつも食べてみましょう。あ、赤っ。うん、こいつもマヨネーズ、米いける。うん、うまい。うん、こんなあんなんや。これマヨネーズがめちゃくちゃうまいんすよ。マヨネーズはやっぱ最強やわ。うん、うまっ。ここのキャンプ場ね、アブがめちゃくちゃ多いんすよ。アブに2箇所も噛まれちゃいました。最悪やわ。安心してね、やってなかったんすよね、あれ、スキンガードちゃんを。最悪やわ。噛まれてからやりました。遅すぎやわって話ですね。皆さんもね、こういった自然の中に来るときは気をつけてくださいね、本当ね。よし、もうできちゃいましたね。またまたできちゃったよ、これ。いっちゃおう。米が何せ進む。
りしてきましたっていうかね、悲しいお知らせがあります。2号炊いたのにね、もう最後なんです。これで信じられへん。これちょっと節約して食べていかないと、こんだけのお肉ね食べれませんからね。トントンして、もうああこんなにうめえの、本当に腹いっぱい食いたかったんですよね、店行った時。私の予算ではねちょっと食べれませんでした。やっぱお店で食べるとより高くなりますからね、割高になるから。うめえわ、味噌が絡んだネギが、これがめちゃくちゃうまいです。またうん、米をキープするのが辛い。シンシンっていう部位をね食べていきたいと思います。こっちちょっとね大葉のね葉っぱが足らないんで炭焼きにしちゃいます。軽く炙っていきますね。お客様リアでよろしいでしょうか。よっしゃ、もういいです。もう一瞬ですからね、これ。こういったお肉はね焼きすぎ厳禁です。ああ危なかったわし、やっちまうところやって。うまそううまそう、よだれ出てます。こいつは塩で食べさせていただきます。塩とねこちらわさびです。私わさびで食べるの大好きですからね。よし行こう。あー柔らかい、伝わってきますね。ほら見てこれ、この柔らかさ、このレア度見て、うまそう。ほぼ生。うんうんうん、こちらのお肉はね案外噛み応えがありますね。うめえわ。あやっぱわさびうまいっすね。うん、米食いたくなる。おいしいこれ、もうおいしい、おいしい、おいしすぎる。おいしい、ゆうちゃんたちのね晩ご飯焼いてますね。ラム肉になります今日も。贅沢やわほんま。もううまそう、これ塩かけて食いて。でももうほとんど米がないんすよね。湯煎するやつ買っとけばよかった。ほんま肉恐るべしですね。でも肉って恐るべしやわ。こんなに炭水化物を食べさせるだなんて、食べさせてない、わしが食べとんじゃ。よっしゃ焼けてきた、もういいや。今日はほんとね美味しすぎてご飯2合食べちゃいました。調子乗りすぎた、苦しい。しおりこうやな。待て、待て。よし、よし、よし。今日はほんま偉いわ。よし。わ、なんか変なもの飛んできた今。どこ大丈夫？飛んできたぞ。よし、
私は濃いめ作っていきましょう。濃いめ飲もう飲もう。ああちょっとトウモロコシが焦げちゃう。このちゃんトウモロコシ焼いてるんですよ。ああ、あずきちゃん完食です。ああ今日は良かった。本当に何せ涼しいのがいい。寒かったけどね、日中は風があって寒かったですけど、今はね風も止んで雨も止みましたね。今止んでる時かな、ちょうど。まだ舐めてるわ。っていうか2人とも食べ終わってるの舐めてますね。ラム肉よっぽど美味しいんでしょうね。サドレトウモロコシかなり美味しいですね。焼いてたらねめちゃくちゃ弾けちゃいます。めっちゃジューシー。朝どれうまいんすよこれ。やっぱりトウモロコシは朝どれですよ本当に。あーもう焼けたわこれ。オッケーオッケー。